飯島則まのりゆきは、栃木県小山市出身の競輪選手。作新学院高等学校出身。日本競輪選手会、栃木支部所属。日本競輪学校第81期生。師匠は、高校の先輩でもある、神山祐一郎。1996年、全国高等学校総合体育、大会自転車競技大会のイタリアンチームレースにおいて優勝を経験。 翌1997年に、競輪学校に入学。加藤新平、講師正臣といった後の GI 優勝者に加え、伊勢崎明大也前半優一郎といった早々たる、顔ぶれがいた中、飯島の最高競争成績は70位にとどまった。1998年8月15日、静岡競輪場でデビューし2着。上記の同期の面々と比較すると出世レースでいささか、 遅れを取り、S 級に昇進したのは2002年の8月。S 級一般昇進は2年後となる2004年7月であり、GI 初出場を果たしたのはさらに2年後となる2006年の高松の宮記念杯競輪であった。デビューしてからしばらくは、先行、めくりを主体とした自在型の選手であった。ところが、同年の観音寺記念において、連日、 武田豊樹の番手回りでレースを進め、決勝でも武田マークから直線で刺して、記念初優勝を飾ったレースを境に、自力はほとんど使わなくなり、完全に追い込み型の選手に変貌した。翌2007年に、高知競輪場で開催された第50回、オールスター競輪では決勝に駒を進めた、飯島だったが、目標とする先行選手が、不在のメンバー構成となったことから、 山崎義人、佐藤智和の東北ラインに切り込む策、つまり山崎の番手を狙いに行く競争を考えた。スタートから山崎の番手を死守しようとする佐藤との拒否実実の駆け引きが続いたが、残りあと2周の地点あたりで佐藤を完全にコンマーケさせて山崎の番手をダッシュ。ジャンからスパートをかけた山崎の番手をほぼ無風状態で回り、 直線に入って山崎をかわして優勝を果たした。レース後のインタビューで僕のような弱い選手が勝っていいんですかと信じられない表情をしていた飯島だがこれで同年12月30日に開催される競輪グランプリ初出場を決めたばかりか2008年1月より実施される SQS 班への在籍が決定した。GI 初優で勝初優勝は 前年2006年の第57回高松の宮記念杯競輪を制覇した山崎義人以来であった。2008年にも8月に福井競輪場で開催されたふるさとダービーで優勝を果たし、改めてトッププラスとしての存在をアピールしている。しばし記念の優勝からは離れたが2012年3月の松山記念で4年ぶりに優勝。 2014年10月の熊本記念で優勝し、記念レース4勝目をマークした。上記の通り自在から追い込みに先方を転換させており、後方から追いかかる選手を体当たりでブロックする、針の技術も多用するようになっている。自在型が主流となりつつある競輪界の流れにあって、その自在を捨て、マーク1本の競争に努めようと志す飯島に期待されるものは大きい。 ありがとうございます。